魔の封印が解ければ、私たちの目指した平和な未来が奪われてしまう。ダメだセクレ、それ以上の禁術の使用は人ではなくなってしまう。王子をここで死なせるわけにはいきません。リヒトが言うように、あなたは未来の希望なんです。ネロ、今喋ったよねって。そんなわけないし、夢だよね。俺まだ寝てんだよね。変な顔してないで早くしろ。さっさと空間出せ。急に喋り出したと思ったらめちゃくちゃ言うじゃんこの鳥。それに君は、ネロなのか。あっひゃー、そんな可愛い女の子だったの。早く言ってくれればデートにでも誘ったのに。なんならこれから一緒にで。すみません。なんて静かで力強い魔力。これはエルフやそれ以上に。彼女は500年あなたたちの言うネロだっただけ。え、俺の手握って何よ。ありがとうセクレ。すげー、さすが初代魔法帝のお知り合いの人。おー、なんですけど初対面って感じがしないんすよね。お、気や雰囲気とか目つきとかが知り合いに似てて。戦いに集中して。何すんすか。そしてお前はネロだよな。はあ、何言ってんのよアスター。とうとう頭が。そうよ。お前すげえ鳥だとは思ってたけど、人間にも変身できるようになったのか。すげえぞ。人間になったんじゃなくて、もともと人間だったのよ。私はずっとあなたにお仕えできて幸せでした。僕も幸福だったよ500年。僕を待ち続けてくれて本当にありがとうセクレ。それはそれとして、王子のような魔法帝になるなんておこがましいわ。やめろ、いつもの感じのやつ。あのコミクトらし可愛かったネロが。けどこっちはこっちで可愛いわね。私は500年前悪魔を封じるために禁術の呪いを受けた。呪いと私の魔法が混じり合ってこんなことになってしまった。今はもう自由に姿を切り替えられるみたい。お、喋るネロ可愛いわ。緊張してきたぜ。黒い力を使うあなたは立場が危うい。油断は禁物よ。エルフとも分かり合えたんだ。ちゃんと話せば分かってもらえる。おおい、なんだこりゃ。ネロも鳥の姿の時は俺のペットみたいなもんだったし、そう思うだろ。失礼なこと言わないで。私はあなたのグリモワールを見守ってただけよ。ペットだったのはあなたの方だわ。うらら。喧嘩するほど仲がいいって言うわよね。で、別にそんなのどうでもいいし、私は仕方なく一緒に来ただけだし。ネロと別の部屋になったらもう起こしてもらえないな。あれはいびきがうるさいからつついただけよ。そういえばアスタとネロってずっと隣どころか同じ部屋。でもそれはネロが鳥の姿だった時だし、窓辺にいただけだし。で、別に私には関係ないし。違いますよ闇団長、苦手なんじゃないと思います。てめえ誰に意見してんです、こういう横座。バラ団長のこの感じノエルに似てるんすよね。まったくノエルは素直じゃねえんだから。だから走っていくって言ったんだ。何が。故郷の橋村に行くの。仕方ないわね。私が送ってあげるわ。ほうきのコントロールだってもうお手のものなのよ。だ、私先に行ってるから。うわぁ、ずるいぞネロ。俺も連れてってくれ。何ネロ。何、特訓のゴールとなる洞窟の最下部には前回よりさらに需要競争に良い温泉があるのだ。温泉。ち
トップでゴールするのは俺だ。いや俺だ、温泉。てかメロ、何のために来たんだよ。温泉に入るため。すがすがしいほどやる気ね。